これ一個にまとまるくらいまとまってるけど。ねえねえ、これさ、これをちょっと12等分にするんだって。これを12個に分けるんだけど、ちょっと貸して。貸して。2つに分けて、それをまた6個に分ける。そんな感じだね。ちょっとこれ全部練ってくれないかな。柔らかく、こうやって。そう、どんどん柔らかくしていくの。なったよ。自分で持ってるやつを12等分にするらしい。ちょっと伸ばした方がやりやすい、ね、手作り用クッキーです。今これを何してるの？今12等分に。これを12等分するらしいです。でも、それ12等分じゃなくてもほら伸ばしてもいいよ。こう12等分の目安。でもさ、結局さ、これ薄く潰してさ、ねえねえ、これさ、作ればまあいいんだ。こうやってさ、ねえ、これさ、広げてさ、何それ。もう始まってんの。あ、みちゃん、はい、この達人だ。はい、この達人来たよ。これここで買う。生地2個ずるい。ほのちゃんだってチョコとさ、あれだって半分だよ。ちょっとさ、生地半分持ってあげて。いや、みちゃんの、これめいちゃん、ほのちゃんの隣に来て。はい、こっちは。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これを、はい、練ります。あれだから、トイレでそれあれ。変な想像やめて。はい、柔らかくなるまで練ります。ちょっと、じゃあこれ混ぜていい？ねえねえ、あのさ、これさ、猫の形にしない？いいよ、猫じゃなくてもいい。いや、これしかないからさ、猫猫クッキーにしましょう。猫じゃないのもさ、手で作ればいい。いろんな形作る？うん。ねえ、ちょっと一回、さすがに薄すぎた。なんかめっちゃチョコ入ってるよ、それ。気のせいだよ。気のせいじゃないよ。のせいだよ。のせいじゃない。ちょっと猫のクッキー柔らかくなってきたよ。グリ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 。そしてパン生地こねこね。柔らかくなったら、うん、少し冷やすといいかな。わあ、猫以外にもいっぱいあった。いろんな形にしよう。クッキーの分厚さどのくらいがいいかな。1センチくらい。1センチ長い。これで混ぜるぞ。5ミリ高くね。違う、猫猫とか2ミリくらい、サミちゃんとかもあるんだけど。はい、いろんな人あった。私猫ってのやつもらう。まだもうちょっと待って。みんなで一緒に形に。これどう？これ猫ちゃん、みーちゃん、めちゃ薄く伸ばしたらそれね、ちょっと貸して。ちょっと素早くするから。ちょっと素早くするから伸ばしたい。猫ね、おいしいクッキー作ろう。生きてるクッキー作ろう。おいしいパンを作ろうじゃないの。おいしいクッキー、何それ。もう石像でいいやろ。はい、もうこれで石像作りましょう。めちゃくちゃ石像、ちょっと分厚いんじゃない。もうちょっと薄くていいんじゃないか。ちょっと厚生地じゃん。ちょっと貸して。いいかな。やりたいか。耳をつける。一回ちょっと貸して。クッキー作ろう。生きてる。ね、ちょっとそっちが猫作っちゃったからな。私猫の石像作りたいと思った。猫じゃないよ。そうだ、ゆいちゃん、それで焼けないよ。焼かないよ。ね、そうだ、これさ、作ってから潰して入荷すら後になるよ。アートにならねえ。これどうしよう、ミッキー型でいいよ、ミッキー型。どこしよう。でかいよ。生きてるパンを作ろう。生きてるクマを作ろう。それか、かわいいじゃん。かわいいよ。大丈夫ですか。見て猫。生地の厚さはこれぐらいが目安ですよ。見て猫できた。猫でした。生地の厚さの目安です。ね、なんか尻尾がどっか行った。あんまり分厚くするとクッキー作ろう。おら、おら、目安何？あ、こうなっちゃう。目安わかんないじゃん。まあいいでしょう。はい、目安なんか適当でいいです。3ミリくらいでいいでしょう。見てて。なんかビッ、生きてる、なんだこれ、作ろう。生き
な、生きてる石像焼ける気がしないけど一体パンじゃないけど、ね、焼いてられない崩れそうなんだけど足とかポロってお腹痛い。焼かないよこれ。できたクマさん。次は尻尾つける。できたよほら。はい、ミッキーを作ります。あ、でも石像を作る、これ、キリン濡れてるけどキリンさん、あれ、何作るの？石像。そうだね、石像で何かを作るか聞いてるんだよ。粘土粘土を作ってみやがれ。結構ボツいな。キリンさんを作ろう。あ、めいちゃんちょうどいいな、これちょうどいい。キリンさんを作ろう。キリンさんができたよ。できたかい。あっ、首がキリンさん。おうおうおう、ほのちゃんちょっと張り切って回してみる。キリンさん、あんよ出てこなくなったんだけど。キリンさんは死にました。あんまりさ薄すぎるとさ、ちょっと薄すぎるとさ、これ猫ちゃん、ちょっとベタベタでくっつくなっていう時、ちょっと冷やすといいんだよね。できたでしょ。ちょっと生きてるミキーを作ろう。ほら、生きてるぬいぐるみを作ろう。取れちゃった。何これ何これ取れるの。見て、こういう風に作る。猫ちゃんよ、取れちゃった、うん、そっちでスタンプ借りていい。見て見て、猫さん上手だね。つけたねえ、助けて、取れなくなった。ホッピングあるから飾りつけ。これちょっと冷やした方がシュルッと取れるんじゃない。生きてるクッキー作ろう。あれ、上手。うん、すごい。あ、で、クマでいいかな。猫やろう。音符やろうも作る。これ、アミちゃんにチョコクッキーの生地でいいや。あ、で、こっちの生地がいい。少なくなる。おい、お前多いぞ。分けろや。ね、この生地分けてあげるから、そっち分けろや。生地もどんべろね。よい、これだけやるから。はい、終わらない。じゃあこの出来上がり、ちょっと少ない。うん、じゃあいらないチョコレート。あ、これねえ、置いて。はい、じゃあ出来上がったのをここに並べてくださいね。で、ちょっと少ない穴の方が。あら、でもまず喧嘩しない。それだけだよ、もうダメだよ。わかった。おー、のほちゃん。なんだよ。音符はつぶろ。あー、最悪。オラオラオラ死ねオラオラ。来た、音符やろう。音符やろう、勝手にやろうって言ってやがる。何を言ってるんだこやつは。クッキーが、クッキーが見てって。結構でかい猫にしたいと思います。え、普通だったらこのくらいだけど、くっついた。でかい猫、くっついた、くっついたんです。くっついちゃった。ちょっとでかい猫作ります。ねえねえ、ちょうどいい。ちょっとくっついたんですけど。ほんとだ。バイ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 。ほのちゃんを作ろう。同じ厚さでやってください。よし、このくらいで猫を描きます。首が折れそうです。トイレと玄関つながってるから、こっちからやった。ミッフィー簡単。ミッフィーかわいい。ウサちゃん、ミッフィーブサイクなウサちゃん。なんでメランニークランキーフラフィーなんとかかんとか
すべてはなんとか。怖い友達。お友達だよ。お友達。泊まってほしいな。でも明日月曜なんだよ。そうだよ。ねえ、でよくこの音符でかくない？フォークだ。ちょっとフォーク食べよう。これをくっつけていくんだよ。じゃあさ、このフォークでクッキー食べればいいじゃん。よし、ちょっとデブだからこれデブだから、はい、ガリガリにします。はい、上手です。はい、尻尾を長くします。はい、尻尾を長くしていきます。これしよう、ほら、あお、ほら、しらしねお言葉遣いをきれいにほら、悟空ピーってやっといたらいい。ピーってピーってやっといたらいい。ピーねってするピーズキュン、ピーズキュンばっかりなっちゃう。死ね死ね死ね、ほらって言ったらさ、もう終わってる。見て、猫の尻尾、短い。めいちゃん、反対向きじゃない。ねえ、ちょっと猫の尻尾短いな、これ。何それ。あー、フォーク潰れるからやめよう。本当ね、それはちょっとそういう系は難しいと思うよ。マリーちゃんなん、マリーちゃん、それマリーちゃんの肩をやってお顔の後をちょんってつける。ミッキーある、ミッキー。あ、これマリーちゃん、これだ、これで合ってる。ママー、ここついた。洗ってきて。やだ、ママ洗ってきて。ママどうやって切るつもりだろ、絶対。こうやってミーフィーにして、ミーフィーにして、はい、ぺったんするよ。せーの、ギュッギュッ。ミッキー洗ってもらう。ミッキー早く帰ってこないかな。周りの取って。ママちょっと準備できてるから早く、はい、ミッキー一応なんか濡れてる、気持ち悪い。これなんか濡れてるんだけど。マリーちゃんだ。マリーちゃん、本当？うん。本当？マリーちゃん。本当だ、マリーちゃんだ、マリーちゃん。それではこの図を作ってあげる。え、なんてこれじゃないかな。わあ。マリーちゃんだ。できた。あれ。そうだ。あれ取れない。取れた取れた。耳が。耳が。あとは一個作ったらみんな丸くして焼いて食べようか。ママ、猫できた。そう。これをこうして何作ってると思う？知らねえよ。みんな当てて。犬。ブブ。こう。ねえねえ。この小さいやついるかな。猫の耳ち、ね、耳じゃねえや。尻尾だわ。ちぎって長いな。よし、猫の耳これ。耳じゃねえや。複雑なやつじゃなくて簡単なのかね。簡単なやつでやる。これだ、ほらとか。スルンと、スルンと抜けるやつ。なるほど、それ髪の毛か。あ、これ簡単。一番いいんだけど。よし、それじゃあ置く。よし、置く。猫の体と手と足が完成。どうやって置くんだこれ。ねえねえ、こうか。これ桜木。見て、これ首で。ちゃんのマリーちゃん綺麗。ハギワギみたいな。ハギワギ。すごいの見えちゃった、この辺。やばい、せっかく頑張ったのに。どうしよう。ハギワギだこれ。さあ、ミーピー、ミーピー、ラララララララ、ミーピー。カミちゃん、カミちゃんの道具見たね。じゃあユーモミッキー作ろうかな。巨大ミッキー、レッツゴー。あ、メイちゃんなんか作った。ミッキーの方ちょうだい。ミッキー、何してんの？ミッキー、は？僕ミッキーだよ。僕はもうミッキーだよ。どこに置けばいいの？そこでいいよ、そこでいいよ。離しておいていいよ、離して。そこに置けばいいんだよ、ここに。置いていいんだよ。もし、うん、
美味しそう、みかんも。ミーフィー、あんたこいよ。ミーフィー、何しとるんだ。ミーフィー、これもらおうか。これもらおうな。じゃあ、じゃあもらおう。え、だって落ちたやつだよ。そのまま生地に混ぜるよ。膝に。メラニー、クランキー、スナフィー、みんな不細工な友達。ミーフィー。いつもミーピー超絶可愛いミーピー超絶アイドルミーピーこのソブサイクほらほら悟空このじゃあこれはね肩を抜いた後にこれを押し込むんだよミッキーミッキーほら悟空ミッキーできたよ、はい、ミッキーほらちょっとさっきねあの耳が取れたんだけどね逆前だから大丈夫できたママお手伝いする今私は何を作っていると思います知らんねえねえまたまたお花だ知らん知らんあた知らん桜2号真ん中にさ黄色いのあるでしょお花ってそれを恐怖症それでやってるママミッキーできたなんか耳が焦げそうだねやめて勝手に勝手にやめてゆうちゃんの意地悪耳ちぎってやるじゃあ1回目やるかなちょっとこのミッキー取ってから見に行かこれゆいあの焼いてから安心でとかしたのほらほら耳をきれいにやる方法が思いついたぜはいこうやればいいんだ真ん中で置いてほらほらほらそれでこっちの耳を小さくしてよし、できたティーカップ、こえキモキモこれがミニーだからいつもバカ娘ねえ、スプーンもあるよこれをなんだこのいい家めっちゃこっちっこいやんねこれ何の形あ、車か絶対焦げないミーフィー雷に10回打たれたミーフィほら、メイちゃん雷に100回打たれたミーフィ無敵なミーフィメイちゃんのおけてどうしたね無敵なミーフィ超無敵だよこのちゃんのそれは乗っかるのかな髪の上にちょっと大きすぎるはいなんだとはいねえやっぱりあれにしか見えないけどさアイスメイちゃんのお手手これの上に乗るかどうかだよ誰だ私のパクったやつはこの手なんか下にペロッと落っこったじゃあ芸術を作ろうこれなーにゆうちゃんこれなーにこう芸術ミッキーおいこのなんややめなさい私そうだね、じゃあこれをこれに混ぜればいい。でちょっとさ、ちょっと無駄にならないようにさ、これさ、あのなんかつけてさ、つけてさ。クッキーはやっぱ大変だよ。この上に塩すぎたら。入れすぎすらんの。猫は潰さないでよ。猫ちゃん潰れるから。はい、猫は潰れる。不思議なクッキーでございます。いや、イルカさんを作る、ね、イルカの方ってどっから持つ、ね、知らない猫ちゃん、もうちょっと大きくなってほしいからもう何これこれ何の方潰した知らねーかわいい、猫ちゃんかわいいかな大丈夫これ猫っぽくない あったイルカ何これ虫何これグーですかこうすると車だよ
何度で焼くんだっけ。50度180度。ベーキングパウダー180度で焼いて、さて下にどんどんコロコロしてみて、どんなものが出てくるかは。これで12等分して丸くなった場合、12等分する。じゃあこの上にチョコレートを置いて、ちょっと待って、もうみんな自由に作ってるよ。そうなんだよ、その知ってる。でかいやつ、それ多分焼けない。ただの生地の無駄。じゃあ第1弾行ってきまーす。いってらっしゃい。第1弾焼きまーす。ていうかこれどこに入れるの。ここにここに。あいだ、うん、あ、わかった。ゆう、わかった。この上からこの状態でかける。ここに置いて。だってこの状態でかけたら覚えないで。はい、今からね、ミッキーの手だね。今から貸して。あのね、嫌だから、お団子。こっちが嫌って言ってるやん。ちょっと、私これ使いたいんですよ。あとでね、今ゆいちゃんが使ってるキラキラをね、つけるんです。見て、やっぱりこれをつけます。はい、これ、これ、これ、でね、これも使っていいの。これ、あ、それはね、焼かない方がいいかな、溶けちゃうから。じゃあ、結局は全部も溶けるじゃん。結局全部溶けるから、ね、あのさ、キラキラ飴玉とか入れると、うん、真ん中に穴開けて飴入れるとキラキラクッキーになるよ、うん、じゃあこれは入れてもいい、うん、いいよ。ひるかさん、それじゃあこれキラを耳が取ってもらおう、うん、はい、ここ使って、うん、こっちに移るからね。ちぎれた。キャンディー食べる。あ、キャンディー食べる。かけて。これさ、こう買った抜いたでしょ。そこにさ、キャンディーをクッキーに入れるんだよ。キャンディー。ここに間にキャンディーを入れるぞ。キャンディー。不思議なクッキーを作る。ポンポンしたよ。キャンディー。これをそして焼くと、うん、そのやり方がいいね、一番いいね。これ何？よし、よし、謎の食べていいよ、食べていいよ。これをね、食べると中から飴が出てくるの。飴が出てくる。うん、飴を挟んだから。よし、こういう風に薄っぺらくして、飴クッキーになるはず。ジャムとか欲しい。ん？ジャムとか。ジャム？ジャムとかあったら。ちょっとこれ借りるで、粉々になってます。粉々になってます。ハッカネラキキャリーズ今はどうぞよ。変えてみちゃおう。泣いても笑っても愛してみる。食べ物を粘土につけるのはダメ。粘土じゃないよ。めいちゃん、これ粘土だと思ってたの。はい、カラフル味のくそまずいキャンディーを作っていこうか。はい、いちごジャム。あったんだ、いちごジャム。はい、この中にいちごジャムも入れたいと思います。ね、くそまずくなりそう、これ。ちょっと今からこれは粉々にします。ねえねえ、粉々の棒どこ行った。粉々にしてだけ。無理や、無理。無理や。私はこれを中に入れるのだ。ゼリーみたいになってる。あ、いい感じ、いい感じだ。あ、だいぶやばそうになりそう。いいこと考えた、ゆい。ゆい、いいこと考えた。これをこうして、こうぶつぶして。うどん味結構強そうだな、ね。
これ使っていいわよ。ありがとう。あれ使いたかったの。ごめんくっつくるんだよ。ぶっ潰して。うわほのちゃんのすごいことになってる。これをこうして。これを包んで。包むの？ミッキーの顔ください。やだ。ミッキーの顔を。なんか手を。ねえねえ、あとでさ、みんな工作作ろうよ。それで一番面白い作品を作れた人が勝ちで。いいよ。え、でも審査員いなかったら意味なくない？審査員はこのおばさんです。あ、じゃあさ、ゆいのママも、ゆいのビビエもいいかしら。痛い。焼くと色が変わるみたいな。見て。なんか固まってるぜ。このちゃんの食感がいい感じのクッキーになるんじゃない？カリカリになりそうだ。ねえ見てこれ。それは何？なんか家にミッキーが書いてある。ほら。そうだいいこと。中からね、あのね、なんかね、いろいろね出てくるの。で周りにはね、いろいろついてるの。え、ここには潰してめちゃくちゃクッキー。ここに猫を設置する。よし、ここにイチゴを入れて猫を脱出。はい、これを包んで見てきた。さらしてめちゃくちゃクッキー。もう焼き上がったんですか？潰してめっちゃ痛い。まだ痛い。はい、よし。綿棒じゃないわ、あの爪楊枝ありますか？爪楊枝。今からアイシングをいろいろ混ぜてめちゃくちゃクッキー作ります。見て、怖い。ママ、ここにある材料を全部混ぜた。はい、めちゃくちゃクッキーです。こっちもめちゃくちゃクッキー作っております。はい、ここに、はい、チョコ味を入れて、そして混ぜたいと思います。これを、はい、これをここに。ねえ、ゴリゴリしてる。ゴチゴチしてる。ちょっと入れます。ねえ、ちょっとさ、食べたくないっていう人がさ、ちょっと残るから、捨てちゃうからさ、捨てる運命になりそうだから。おいしい。5月に植えたら、もう丸くして。痛い、雨で痛いって。魚が食べられた後。あ、あとピグレット、ピグレット、ピグレット、ピグレット。見て見て、めちゃくちゃクッキー作りました。持ってっても、はい。最後に焼きか、絶対取れるよこれ。完成したでござる。何この豆腐色は。ママ、ママ、見て豆腐色。はい、めちゃくちゃクッキーできた。ねえねえ、これめちゃくちゃクッキーなんだけど、本当に。はい、豆腐色クッキー。いいこと考えた。この猫がクソしてるところを。はい、ねえ、焼き上がったけど、ここもどうだろう。あ、あみちゃんお尻どけて。これあげるからちょっと焼き上がりです。いいね、かわいいね。はい、豆腐色クッキー。猫尻尾、靴猫尻尾かろうじて。ちょっと微妙に尻尾黒くて可愛いんじゃない？はい、豆腐色クッキー完成しました。豆腐色クッキー、どんどんパッパハッ。厚みがすごいんだけど。あ、ほのちゃんがここにいる。ちっちゃいのはちょっと焦げたけど。私が作ったほのちゃんだ、ほのちゃん。ねえ、なんだこれ、めちゃくちゃクッキーなんだけど。床に散らばってる。床に散らばってる、壊れた何かクッキー。床に散らばってる何かクッキー。美味しそう、食べていい？それできたら。うん、できたら、あの、食べたかったら食べる。ケツだけ。いろいろ入ってるよ。めいちゃん、割るな。チョコクッキーうめえ。これの名前言わなかったんだけど。このちゃん見て。これの名前言わなかったんだけど。産んでる。これの名前はあのキラ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 になっちゃった車クッキー。食べてみます。産むこの子。美味しい。産むよ。それでは、このジャムクッキーをもう一個作るね。普通にうまそうだから。
じゃあもう余る。混ぜ混ぜ。なんで混ぜてる。絶対混ぜてる。芸術クッキー。はい、ドブ色を作りましたね。はい、あのドブ色ってな。ドブ色、ドブ色クッキー。ドブ色にするにはね、いろいろね、材料をちょっとずつ入れるとね、ドブ色になるよ。じゃあ芸術ミッキークッキー、クリスマスツリー。はい、じゃあクッキーができました。ねえ、これ使ってもいいですか。ねえねえ、これにさ、飴とかさ、つけてさ、ねえ、チョコ味のさ、飴つけてさ、甘くしたい。そしたらジャムをぶっかける。あ、そうだ、ジャムをぶっかける。わあ、顔から血が出てきてる。そしたらこれを剥がす。ねえ、なんでこんなの刺してあんの。ねえ、ほぼの、なんでこんなの刺したの。いや、私刺してないけど、めいちゃんじゃない。目玉グミを作る。違う、めいちゃんじゃない。目玉グミを作る。目玉クッキーね。何を言ってるのか先輩や。眼球。ねえ、アミミもっと作りたい。そして眼球の眼球。アミミもっと作りたいけど、もう生地がないよ。肘、あそこの爪楊枝刺さってんの使ってください。取ったぞ。おのちゃん、まだまだ残ってるね。それじゃあ私はこれを使いますよ。それじゃあ、おのちゃんをまたまた作る。よし、私を、はい、まず四角形にします。なんかアニメにこういうクッキー出ると思うんだけど、あ、あるある。わかる。普通にアニメ出てくるクッキーを作っています。ねえ、なんかこれさ、あの2色、あのクッキーじゃなかったらここで2色になってると思うよ。次あのクッキーを作っていこう。丸いやつ。違う、ジャムクッキーは作ろう。そのほのちゃんのちょっと真似しないでよ。大きいこと。え、でもさ、あの作り方違うから。わかる。なんだよ。ねえ、私が作ったヘンテコドブ色クッキーが。なんでよ、この野郎、この野郎、この野郎。潰してやる。なんで潰してんだよ。ねえねえ、こっちのやつはね、下に、じゃあこの下に繋がってる何かだけど、なんかね、炎がなんかさ、これ普通に美味しそうって言うだよ。じゃあ、クマさん、はい、こっちおいで、ほら、こっち。粘土じゃないから、それ。じゃあ、ほのちゃんも、ほのちゃんを作ってあげる。まず、こうして、そして、形を整える。そして、前髪を一本ずつ作ってやる。あー、無駄遣い。誰無駄遣いしたの。お前だ。めちゃくちゃミッフィー。めちゃくちゃミッフィー。できた、見て、かわいいでしょ。これにね、後でこれで顔を描く。これまた熱いんすか。何このデコボコしてる。冷めた。はい、焼けました。長くなった。長くなった。ドブ色クッキーどこ。焼けたよ。できた、できた。これクッキーだからね。目の中の色は青なの、片方。見て見て、キラキラクッキー。見て、キラキラミッフィークッキー。はい、テカテカクッキー。これクッキー。よーし、飴でコーティング。はい、もう一個色違いクッキー。カセ見えね、見えるかな。めちゃくちゃ近い。上手上手。今からね、スペシャル帽子を作る。今からスペシャル帽子を作っていきます。スペシャルっていうか、ギランギラン帽子ね。今からね、ギランギラン帽子っていうね、クッキーを作っていきます。これをつけていきます。キラキラ帽子クッキー。キラッ、めっちゃギランギランしてる。けどさ、帽子ってさ、絶対にさ、壊れると飾り取れるでしょ。はい、うん、はい、茶色といえば、黒といえば、はい、クマさんです。あ、茶色いクマね。はい、血だらけのクマ作ろう。じゃあさ、ジャムとさ、あのさ、これを入れたらいいんじゃない。ミッキーはクマだから、ミッキーでいいや。
ミッキーじゃない、ね、ミッキーネズミだよ。最後は、はい、トッピングのせのせクッキー。ちょっとゆうちゃんのこすり、はい、ギランギラン帽子クッキー完成です。ギランギランすぎる帽子クッキー。よし、目玉焼きだ。で、次さ、あのさ、アミに、はい、あの黒目クッキー作る。はい、トッピングのせのせ。はい、ここにはジャム。はい、ここにはぶどうの飴とオレンジのクッキー。クッキーじゃねえ、飴だわ。あと、いちごの飴はどこだ。飴どこ、出てこい。いちごの飴よ。やった、お母ちゃんありがとう。母ちゃん、その代わりジャムはちょっといただくわね。ここは飴ゾーンにしようかな。おいしい飴ゾーンで、これ工作で楽しいよ、工作みたいな。クッキーうめえ。全部ついてるね、小さいのがある。はい、私はもう味関係なく全部を乗せた嫁のようなクッキーです。私はね、飴ゾーン一つで使ってるのに。ちょうだい。だから全然パクってないわよ。なんか溶けたらすごい色になりそう。確かにで、ゆうにもちょうだいよ。なんかね、私はね、溶けたらちょっと溶けたらこの溝に落ちるようにして、落ちてくれかな。ねえねえ、ここに線つけてさ、こういうこのさ、ここにも水、こういうふうに作れない。砂糖だ。見て、私はこんな風にしたわよ。砂糖の味がする。あとは仕上げにこれを入れるだけ。これを真ん中に入れるだけ。これをね、真ん中にね、入れるの。ね、ちょっと黒足りないから、誰かからちょっと待って。あー、なんか聞こえた。やばいなり。ドブ色クッキーどうなったかな。ドブ色クッキーと生ミッキーの、ミッキー誰作ったんだっけこれ。何がなんだかわか、何がなんだかわか、わからんクッキー。何がなんだかわからんクッキー。なんかめちゃくちゃあのクッキーなので、そんな名前にしました。なんかこれはアミちゃんがパクったように見えますけれど、はいはい、全種類の調味料じゃねえ、なんて言えばいいの。めちゃ1個トッピングを乗っけたやつ、一個ちょうだい。完成でござる。あとね、真ん中に皮ある。はい、アミちゃん、見てサクだね、クッキー。最後にこれをつけます。結局はこれをつけるんだろう。しかもいろんなところに散らばすの。隣のにもつけてよ。何が何なのかわからんクッキーできました。ねえねえ、私とチョコクッキーじゃない、あのジャムクッキー、見て、ここにクソ。大人が作るとこんな感じ。焼けました。熱い。難しい。りゅうちゃんが作ったのどうだよ。コストコのあれじゃない。冷凍のやつを着て焼いたら美味しく焼ける。これはほのちゃん。これがただのクッキー。うん、ちょっと存在感すごいな。そしてなんで。これが夢のクッキーだけど。あの全部のせ。なんでつまようじさせてるの。ゆいのはこれ。それは何、あのお顔。ほのちゃん。あ、ほのちゃんを作ったってこと。クッキーで表現してみました。じゃあねー。めいちゃん完全にこれね。